なんでやねん。おお。はい、どうもボーリング TV のヒデとゆきです。はい、それではね、久しぶりにゆきちゃんと夫婦ボーリング対決。はい、本当に産後私のパーフェクトチャンスの動画を皆さんに見ていただいたんですけど、そこから初めての投球動画とか対戦の狙いですかね、産後の初めてということで久しぶりに私も対戦している姿を皆さんに見ていただこうと思います。はい、しかも今日はね、そうです、この新しいニューボールのお揃いです。コロンビア300社から発売されましたパワートルク、はい、こちらのボールを2人で投球して戦いたいと思います。しかもユニフォームまで一緒ということで、これペアルックというよりも新しく、はい、新しくボールアローからね、チームアローとして発売されるユニフォームとなっております。こちらもぜひかっこいいのでね、はい、そうですね、はい、もう今日はユニフォームとボールとお揃いということで、お揃い対決、はい、皆さん見てください。そしてゆきちゃんにはハンデ15点あげます。はい、でもし、負けた方、これも夫婦の些細なバトルなんですけど、はい、10分間命令に従うもし肩たたきやったら肩たたき10分する、はい、お皿洗いとかね、皿洗いやったら10分する、はい、という形で、そちらもね、最後また些細なバトルなんですけど、温かく見守ってください。はい、ではまずは夫婦対決いきましょう。どうぞ。それでは第一走者、私からいきたいと思います。負けないぞ。お願いします。お願いします。あ、久しぶりや対戦。では行きます。おお、曲がってこいのかと思った。セーフいや、なんか思ってた以上に結構反応してくれましたね。今でも練習投球ないから結構難しい。久しぶりとは思えないぐらいの投球ですね。なんとしてもね、僕はね、もう絶対負けたらダメですよ。ここはもう何を言われるのか。うわ、完璧やん。完璧すぎる。オッケー。完璧すぎるな。よっしゃ。思った以上に曲がってくれたから、ちょっと安心して投げる。次こそは。どうだ。よっしゃー。掴んだはず。イエーイ。ナイスパワートルク。負けたらどんなことを10分間言われるのか。15ピンをね、前半で取り返した。おやば、やばいやばい。どないしよう。対戦やとね、ちょっとこう相手のミスを喜んでしまうという、なんか悪い気持ちが出てきちゃう。よし、頑張ろう。取ったら拍手してください。あっけなく終わりました。よっしゃ。私のじゃん、似顔絵シャミーも絶賛発売中です。あー、どうだ。よっしゃー。やばいって。マジやばいって。じゃあ、来た。立ち位置を少し寄ります。おー、
か地獄に陥っている気がする。やばいやばい。天品を本気で取りに行く男です。よし、ちょっとね、イメージのいいうちにストライクをつなげたい。あ、ゴール落ちた。どうだ、たぶん、あー、落ちた。リアクション、リアクション女王帰ってきたと思った。あれでストライク帰ってきたら本調子のゆきちゃん。じゃないんかな、じゃあ、うん、OK、ナイスカバー、 OK、 さあ、もうこっからエンジン入れてから負ける。はい、OK、掴んだ、離さんからな。危なかったけど、よいし、怖い怖い、あかん、どうじたあかんね。さあ、どうだ、いけ、よっしゃー、やばいやばい、イエーイ。やばいやばい、よっしゃなんて言ったってハンデ15あるからね。さあ、ここやな、マジ頑張れ俺。おっしゃ、行け、よし、よっしゃ、行けるぞ、まだ。やばいやばい、竿をつけたい、ちょっとゆとりを持って投げたいな。なんでや。やばい。リアクション女王再来です。よっしゃ。帰ってきました。よっしゃ。マジか。リアクション女王に負けていくんやな、みんな。何してもらおうかな。10分間のお願いな、どうしよう。しっかりスペア取ろう。えい、よっしゃ、はい、ママパワーで頑張ろう。まだ分からんで、まだ中盤やから。そうですね、まだ油断したらあかん。さあ、どうだ、いけ、あー、まっすぐ過ぎたか。ダブル以上が後編のつらい。心の中では頼む、今のストライクならんといてくれとかって思いながら叫んでた。よし、オッケー、ナイスカバー、よっしゃー、まあ、やっぱりスペアはうまいっすね。スペアうまいっすわ。よし、スペアうまいっすわ。集中、よし、うわー、ストライクのピンアクションがやばい。やばすぎる。よし、やばいな、まだまだ、やば、気抜けない。さあ、どうだ、え、うちに釣った、頼む、
かってる助かってる。スプリント乗りかけた。怖い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 。やばいやばい、ちょっとやばい、焦り始めてきてる。あかん。このね、見えないプレッシャーというその圧を。あかんあかんあかん。和田プロとの勝負するには。和田秀和のこの圧を。先にちょっとこうリードしときたいのに。ナイス。やばい、まあ、僕としてはやっぱりここでストライク出してもっと圧をね与えたいですよね。よし、集中しよう。オッケー、ナイス。おー、オッケーって聞こえてきたけど、俺もう絶対ストライクや思った。逆にこう、あれなんかな、リアクション女王のパワーかな、これゲームは変化しますもんね。わあ、俺あれやな、10分間やばいな。よっしゃ、10分間何命令されるんやろ。何してもらおう。落ち着いていく。ボールウェイで215点、ゆきちゃんは237点で、ハンディコムで250点。いける、よっしゃー、よっしゃ、落ち着け落ち着け、やーべ、落ち着け落ち着け、やーべ。さすがっすわ。よし、ちょっとさらにちょっと寄って。ほい。なんでや。とにかく、まあ、今寄ったけど。とにかくミスったかん。さっきストライクや思ったのにな。スペアさえ取れれば、私がいけるはず。その差22ピン差。ゆきちゃんがミスしてワンチャンぐらいか。お、あ、やばいやばい、絡まない、やばい、あ、やばいやばい、絡まない、やばい、なんでやねん、今のやばない、今のやばない、いや、やばい、まあまあでもまあ、本調子じゃないゆきちゃんなんで、まあ、あの投球はやっぱ多めに見ましょう。いや、ボウリングはね、ストライクやったらもう OK。 ちょっと温かい目で見てください。あー、びっくりした、今こけそうなった、怖っ。やっぱゆきちゃんこう、このスイングのラインがブレないから怖い。やっぱり投げ方が多少ずれてもラインによりますね。すごい、やばい、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、ツッコミどころ満載やわ。なんか大阪弁ボロに出ちゃった。失礼しました。なんでやねんって、なんでやねん、大阪弁の代表言葉めちゃくちゃ出てる。関西弁を入れてしまいました。すいません、すいません、笑うわ、ほんま。ちょっとボール返ってこないんで、ゆきちゃん、あ、ありがとう、僕のボール投げてもうても、ゆきちゃんね、僕のボールも投げれちゃう。投げれちゃうんですよ。いきます。実は僕よりゆきちゃんの方が手大きい、謎の。あっ、やっぱり自分のボールじゃなかったから、あかんかったか。よっしゃー、ナイスゲーム、イエーイ、勝利した。すごいっすよね、イエイイエイイエイ、久しぶりに投げて、まあ、もう完全にあのパワークルクのおかげプラスめぐりちゃんパワー、そうそう、めぐりちゃんパワーはやっぱ大きい。よし、天秤ひっついてる。
返品費ついてるで、マジで。返品ごときで何しよっかな。ストライクの時ガッツポーズせっちゅう。じゃあ私のリアクションの真似してください、ストライクだったら。わかりました。結果発表です。結果236点でゆきちゃんが勝利しました。これスクラッチでですよ、スクラッチで勝ちました。イエーイ。もうね、はい、久しぶりやからめちゃくちゃ楽しかったし、プラスもう本当にあのとにかく願い事を聞いてほしいということばかりを考えて投げました。はい、はい、その願い事、ね、やっぱりこう途中の後半からやっぱりその願いが通ったのか、はい、なぜかわけのわからないストライクがポン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 出始めまして、やっぱりリアクション上返ってきたなと。やったー、いい感じでしたね。ただいまー。急に僕の、ね、ストライクもなくなって全部吸収しちゃいました。返品が瞬間接着剤でついたかのような感じでしたね。いや本当にね、もうボーリングって楽しいですね。でもやっぱりね、こうやってゆきちゃん帰ってきて久しぶりに2人で投げれるのやっぱ楽しい、うん、楽しいです、はい、やっぱりまた皆さんボーリングしたいですね、はい、はい。これからねまたあの遠征のチャレンジマッチも再開するので、ぜひ皆さん一緒に投げに来てください、はい、ということで、あの罰ゲーム、ねスクラッチで買ったから2つ聞いてください。はい、分かりました。やっと言ってるもんや、はい、まあまあ、あのいいでしょう。お皿洗いとマッサージ10分ずつ。はい、分かりました。しっかりさせていただきます。やったはい、ということでじゃあまた最後あのこの動画の後に皿洗い動画見ていただくので、はい、最後まで見てください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録もお願いします。はい、どうも、ヒデです。それではですね、罰ゲームの10分の皿洗いをやりたいと思います。よし、まあやろうか。よしよし。まあね、まあ、罰ゲームというか、皿洗い、まあ、ようやるんですけどね。まあでもあのそういうね、あの日常のなんかそういう戦いも楽しめるといいですよね。たまにはこうやってね、あのなんか別に皿洗いしてても嫌な気持ちにならないんですけど、罰ゲームなんかなって感じがするんですけど、まあでもそうやってね、やっぱ一緒になんか些細なことで戦えるっていうのはいいことですよ。普段も結構洗い物してくれますもんね。全然しますよ。全然しないですはい、ということでちゃんと罰ゲームしてもらいました、はい、そしてマッサージもしてもらいました。ありがとうございます。 See you